成田空港から UAE のアブダビを経由し、無事スペインバルセロナに到着した選手たち。午前中は世界文化遺産であるサクラダファミリアを観光、軽食を近くのカフェでいただき、午後は軽いトレーニングを行います。バルセロナではこの規模のスタジアムが街中にたくさんあるらしい。サッカーがどれだけ国民に愛されているかを肌で感じる。質の高い練習行っていこう。天然記念物しっかりと美味しい水を保てる素晴らしい水道。これに入れていけばいいで、しかもこうやってやって吸えます。いいじゃん。なんで赤いユニフォーム。ちょうどギリギリ入ってる。カヨの頭まで。こっちなんか落ちましたよ。こっちなんか落ちました。どうですか、スペインに来て。ですね、環境が素晴らしいです。お例えばピッチ環境、観客がいっぱい。お声援が聞こえるな、はい、将来なカンプノーでプレーする男としてな。カンプノーだね。よし、じゃあ頑張って練習していこう。ウェイウェイシフー。ゲンターゲンター。よー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 。初日の練習は時差ボケや環境に慣らすことを目的に軽いトレーニングにし、本格的なトレーニングは明日の午前中から行うことに。もうオフサイドあったよね。うん、あったよ。え、なんとか練習を終えて選手たちがやってきたのは、スペインでも最大規模のサッカー用具専門店フットボールマニア。日本では販売がないような商品をたくさん取り揃えています。
リーガエスパニョーラのクラブのユニフォームだけでなく、さまざまな国の代表ユニフォーム、さらには世界有名クラブのユニフォームまで取り揃えています。もちろん日本代表ユニフォームも。店内の一角に山本コーチを発見。山本コーチは現役で活躍する F リーガー。日本ではなかなかお目にかかれないフットサルシューズに振り付けのようです。あ、カントリーガー使います。 F リーガー使います。これ買おうかな。サンダル？ちょっと見てくれ。ピンクが一番好き。フットボールマニアでそれぞれ自分へのお土産を購入した選手たち。明日は午前中トレーニングで、夕方には練習試合が組まれている。過密日程ではあるが、大会までの時間は限られている。うまくコンディションを調整して最高の状態で大会に臨みたい。はい、じゃあこちらがキッカーの3名です。じゃあ行きましょう。3本対決。太陽